日本代表にとある贅沢な悩み勃発。中村敬斗4戦連続ゴール、三笘にアシスト、どうすりゃええんや。サブって言い方が失礼なぐらい活躍してますよね。全然中村敬斗が三笘からスタメン奪うとこも想像できる。本当そうですよね。しかも二人とも同じタイプの選手じゃないから余計森保監督は贅沢な悩みしてますよね。突破の三笘、決定力の中村、贅沢すぎる左ウイングだ。やっぱり三笘ウイングバック、シャドウに中村敬斗という同時起用も見てみたいですね。夢の三笘中村久保伊藤ですね。2列目は三笘中村久保伊藤の並びが見たい。後半ちょっとだけでもいいから。中村敬斗の動き、決定力の高さを考えてフォワードで、三笘薫を左サイドで両立もいけそうです。ミッチマックスするでやんす。三笘薫、とにかく相手を抜きまくる、アウトサイドパス、守備を頑張る、中村敬斗、決定力が異常、オフザボールがすごい、守備を頑張る、どっちをメインにすればいいんだ。どっちかが守備サボるタイプならわかりやすくなるのに、日本サッカーの贅沢な悩みです。三笘はワイドに張るプレイメーカー、中村はインサイドフォワードって感じなんだよな。中央に決定力のある選手が揃ってるなら三笘がいいし、ゼロトップ的な形なら中村の方がいい。南の鎌田出さなかったら条文可能。